土地を取引するときの目安となる今年7月1日現在の基準地価が発表されました。都内全体の価格は5年連続で上昇していて、これまで目立った変化のなかった都心の周辺にあるエリアの価格が急上昇しているということです。東京都によりますと、都内1268地点のうちおよそ8割にあたる1025地点で去年より土地の価格が上がりました。上昇率は住宅地が平均 1.8%、 商業地が平均 4.9%、 全域でも平均 3.0% と5年連続でプラスとなりました。今回発表された基準地価なんですが、中でも一番高かったのがこちら、銀座にある明治屋銀座ビルの土地です。最も価格が高かった中央区の銀座2丁目の明治屋銀座ビルは、去年より 17.9% 価格が上昇し、1平方メートルあたり3890万円でした。また、多摩地域で最も高かったのは、武蔵野市の吉祥寺駅前のビルで、1平方メートルあたり549万円でした。